皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでも分かる通り、2021年今シーズン行われる J リーグで最も活躍が期待される期待の若手ランキングについてね、紹介していきたいと思います。まあ、いよいよ、今週末ですか、 J リーグが開幕ということもあってね、金曜日に金 J が行われるということあって神奈川ダービーなんですけど、まあ、そこからですね、いよいよ2021年シーズンがスタートしていくこともあってね、まあ、今シーズンは20チーム制ということがあったり、夏にですね、東京オリンピックが行われることなどもあって、まあ開幕してからですね、すぐに過密日程があるということもあってね、まあ若手の出番だったりというところも多いと思うんで、そちらについてね、2021年版の個人的な、今季活躍が期待される期待の若手というところのランキングをね、決めましたんで、そちらについて紹介していきたいと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね。まず早速5位の方から紹介していきたいんですけど、まあ、こちらね、ランキングの、まあ、昨日だったりというところでも、ランキングのところでも言ってる通り、こちらね、個人的な主観とかもあって決めさせていただきましたんで、まあ、この他の選手もちろんね、いろんな選手がいて、選びにくかったところありますけど、今回この5選手を紹介していきたいなと思いますんで、まあ、いろんなサポートの方々はこの動画を見てくれてると思いますんでね、まあ、こちらのチームのこの選手が今季ね、注目だよというところも、個人的な楽しみとして、楽しみにはしていますんで、ぜひね、コメント欄に書いてくれたら嬉しいですし、自分の楽しみにもなるんで、ぜひね、どんどん書いてください。ということでですね、早速5位の方から紹介していきます。第5位がですね、名古屋グランパスの森下選手を挙げさせていただきました。今季23歳の選手になります。森下選手はですね、昨シーズン33試合3ゴール2アシストという形ですね、大卒ルーキーながら、サガン鳥栖の中心人物として頑張りました。まあ、そういうこともあってですね、異例の1年、プロ1年目で、冬に争奪戦の末、結果的に名古屋グランパスに移籍を しました。まあ、名古屋グランパスはね、今シーズン、まあ、大量補強というところを行ったその一人として、この森下選手の獲得に動いたと思いますし、まあ、ACL などもあってね、サイドバックの層というのはね、名古屋グランパスは熱いものの、まあ、必ずね、出番だったりというところが回ってくると思いますんで、そこでね、持ち前の対人の強さや積極果敢な攻撃参加がね、まあ、この森下選手は持ち味になりますんで、ぜひね、活躍に期待できればいいのかなと思います。まだ23歳ということもあってね、今年でプロ2年目のシーズンにはなりますけど、まだまだ成長途中の選手でもありますんで、まあ、この森下選手、非常に期待を抱いている選手の一人でもあります。昨年サガン鳥栖でルーキーイヤーとして活躍してね、まあ、個人的にも相手として嫌な選手でもありましたし、まあ、この選手が、名古屋グランパスの新たな右サイドバック候補としてね、活躍に期待されますので、ぜひね、今季の活躍、大いに期待していいのではないのかなと思いました。はい、ということですね、続いても続々発表していきたいんですけど、続いてが第4位ですね。第4位が、サガン鳥栖の樋口雄太選手を選出させていただきました。こちらは24歳の選手になっていて、先ほどの森下選手の1個上の年になる、世代だと思います。昨シーズンはサガン鳥栖で28試合1ゴール4アシストを記録しました。まあそれもあってですね、3個目の句読点のところに書いてある通り、プロ3年目でサガン鳥栖の10番を背負うことになりました。まあこちらね、非常に期待の表れのことだと思いますし、昨シーズン28試合1ゴール4アシストというね、記録を持って、まあフロント陣が高く評価をして、このね、プロ3年目のサガン鳥栖の10番を背負うことになったと思います。まあその理由としてというか、まあもちろんね、この活躍をしたことが評価されて、樋口選手が10番を背負うことになったと思いますし、2個目に書いてある通り、原川選手がいなくなったボランチの、絶対的存在というところにね、確立してほしいという願いも込めて、このね、10番を託したのかなと思いました。下部組織出身の選手として、サガン鳥栖の看板選手になれる、素質というところはね、非常に持ってると思いますし、まあ、先日挙げた、サガン鳥栖の特集というところでもね、まあ、サガン鳥栖は非常に若い選手がね、多いチームでもありますので、まあ、この若手の、一角としてこの樋口選手がね、10番を担うことになりましたんで、先ほど、昨年ですか、は1ゴール4アシストということになりましたんでね、まあ、アシストも増やしつつゴールということも取れるね、ボランチになっていってほしいのかなというところを含めて、まあ、個人的にもね、このサガン鳥栖の中でも特に期待している選手の一人でもありますんで、ぜひね、今季の活躍というところに大いに期待していいのではないのかなと思います。はい、ということですね、続いてが第3位です。まあ、5位が森下選手、4位が、樋口選手と来て、まあ、第3位の発表していきます。第3位が19歳の選手になっています。浦和レッズの武田英寿選手を選出させていただきました。
まあ、こちらね、非常に注目している方も多いのかなと思いますし、キャンプのところでね、結構調子も上げてきているってこともあって、まあ、ツイッターだったりね、結構ニュースでも流れていることも多かったんで、まあ、知ってる方も多いのかなと思います。昨シーズンのルーキーイヤーはですね、18歳ですが、は3試合に出場して、まあ、主にね、最終戦というかシーズン終盤になって出場機会多かったんですけど、まあそこでもね、出場機会はそこまで多くなかったものの、その限られた出場時間の中でね、この武田選手の持ち味もある、まあドリブルだったりっていうところでね、プレーも果敢に見せてくれましたんで、まあそこが、今シーズンどう進化していくのかっていうところも個人的な楽しみの一つでもあります。2個目にも書いてある通り、将来が期待される若き司法が輝きを放つのかというところでね、まあ、今シーズンプロ2年目のシーズンになると思いますけど、まあ、この武田選手の活躍が大いに期待されると思いますし、3つ目のところで柏木選手の後継者として、これからの裏を背負うね、存在になっていってほしいのかなと思います。まあ、柏木選手はですね、まあ、ちょっと、悲しい形というか、まあちょっといろいろありながらって結果的には対難となってしまいましたけど、まあ確実にね、今まで浦和レッズに貢献した選手の一人でもありますんで、まあ10番が空いたということもあってね、今シーズン活躍すれば、まあこれからね、10番を背負う存在、逸材にはなられる十分ね、素質を持ってる選手でもありますんで、ぜひね、これからの活躍っていうところも大いに期待していいのかなと思います。まあ4つ目、最後のところにも書いてある通り、先ほど言ったようにですね、キャンプから調子が良く得点も量産してるということでね、この武田選手のところでもありますんで、まあ、先日取り上げさせてもらった浦和レッズの開幕予想スタメンというところでも挙げさせてもらった通り、まあ全然このキャンプからの調子を見てみるとですね、開幕スタメンというところも全然あり得るね、この武田選手になってると思いますんで、まあこの直近の練習というところの、状態は全然わからないところでありますけどね、まあ開幕スタメンというところにね、期待しつつぜひ見ていければいいのかなと思います。まあ、またですね、ルーキーは昨シーズン3試合に出場と言いましたけど、プロ初出場、プロ初ゴールというところもね、今シーズン達成できるようにぜひね、活躍というところに大いに期待していければいいのかなと思いました。はい、ということですね、あっという間の5位、4位、3位ときて、続いて第2位の発表をしていきます。第2位が22歳の選手です。サンフレッチェ広島の藤井智也選手を選出させていただきました。まあ、こちらね、昨シーズンも結構試合には出場していたんで、知ってる方も多いのかなと思いますけど、今シーズンがプロ1年目という形になっています。先ほども言ったように昨シーズンは特別指定選手ながら15試合に出場してね、まあ、左サイド派ウィングというところでね、主な出場機会多かったんですけど、まあ、左サイド昨シーズンシーズン途中に柏選手が怪我をしてしまってね、まあ、なかなか、シーズン終盤にかけてコンディションが上がりきらないという中で、まあ、東選手だったり、まあ、この藤井選手、若手の台頭したね、ところが、まあ、昨シーズンのサンフレッチェ広島のね、大きな躍進を遂げた一つの要因でもありますので、まあ、今シーズン、システムを変えてね、挑むサンフレッチェ広島でもありますんでね、まあ、柏選手がもちろんコンディションバチバチに上げているところもありますけど、まあ、同じポジションの東選手だったりというところ、負けじとね、この藤井選手のルーキーイヤーというところもね、大いに活躍を期待していいのかなと思います。この藤井選手の、持ち味というかストロングポイントとして自らの形を持ち、縦への推進力がこのね、藤井選手の最大の特徴でもあります。50メートル5秒9というね、快速を生かして縦への推進力ももちろんですけど、まあ、カットインからの、クロスだったりというところもね、この藤井選手の、持ち味でもありますんで、そこを生かしつつ、今季のサンフレッチェ広島でね、出場機会、ポジションを確立できるように期待できればいいのかなと思います。またですね、この藤井選手が加入するにあたって、J リーグの中でも争奪戦の末に、広島に加入したという背景がありますんで、まあ高校時代まではですね、1歳というか、まあそこまで、名の知れてなかった藤井智也選手ですけど、大学で立命館大学に加入して、そこからですね、まあ自分のストロングポイントのところを活かしてですね、大学リーグを、のね、ナンバーワンと言っても過言ではないぐらいのね、ドリブラーというところまで成長して、まあ、この川崎フロンターレだったりというところもオファーも来ながら、まあ、結果的にはサンフレッチェ広島への加入を決めたという背景がありますんで、まあ、ぜひね、この決断が間違っていなかったというね、言えるような活躍に期待できればいいのかなと思います。まあ、ちょっと、プレーが似てるというところで言えば、サンフレッチェ広島のレジェンド級の活躍をしたですね、ミキッチ選手というところでね、まあ、ちょっとプレーだったりというところだったり、まあ、縦の推進力というところが似ている部分もありますんで、新しい広島の矢としてですね、活躍に期待できればいいのかなと思います。まあ、個人的にもこのサンフレッチェ広島を応援しているクラブでもありますんで、まあ、新システムに変えて先ほど言いましたけど、まあ、サイドというところでね、ポジションというところが、難しくなってきましたけど、いろんな選手がいてね、スタメン争いというところはきつい状況にはなっていますけど、この藤井選手確実にね、スタメンで活躍できるポテンシャルというところは大いに秘めていますんで、今季の活躍に大いに期待していければいいのかなと思いました。はい、ということですね。続いてもういよいよ第1位の発表になります。
まあ、このね、5位から4位、3位、2位と発表してきてですね。まあ、この入らなかった選手でも、もちろんね、たくさん注目したい選手はいますけど、まあ、5人に絞らなきゃいけないってことでね、今回絞らせてもらいました。では、1位の方を発表していきます。2021年シーズン期待の若手ランキング第1位に輝いたのは、三笘薫選手を選出させていただきました。まあ、こちらはね、結構王道になってしまって、ここまで貯める必要があったのかっていうところありますけど、まあ、今季2年目とシーズンになりますんでね、もちろん、ゼロックススーパーカップでも活躍をした三笘選手に、まあ、第1位としてね、選出させていただきました。まあ、先ほど言ったように、プロ2年目のシーズンということで、23歳の選手になっています。言うまでもない誰もが注目する、逸材になっていると思いますし、まあ、J リーグだけでなく、海外もね、早くも注目をしている選手でもありますんで、ぜひね、J リーグファンなら、必ずしも注目している選手の一人と挙げていいのかなと思います。昨シーズンは川崎フロンターレルーキーイヤーでですね、30試合に出場して、13ゴール12アシストというね、まあ、とてつもない記録を残しました。ここ数年の若手、まあ、ルーキーイヤーとしてはですね、異例の活躍もしましたし、川崎フロンターレのね、優勝というところにも大きく貢献した選手の一人でもあると思います。まあ、左サイドウィングとしてですね、開幕当初は長谷川選手というところがね、まあ、絶好調で、非常に活躍をしていましたけど、そこでね、ちょっと怪我をしてしまって、左ウィングね、誰がハマるのかというところで、この若手の、三笘選手が活躍をして、結果的に、まあ、シーズン終盤までハマりきったという形になっていますんで、まあ、この昨シーズン、川崎フロンターレにとっては大きなね、この三笘選手の存在だったのかなと思います。先ほども言いました通り、先日行われたゼロックススーパーカップでも2ゴールの活躍をしてですね、今シーズン第1号という形で、点を決めて、そこからですね、2点目も決めたということで、まあ、キャンプから徐々に調子を上げていって、まあ、実戦もね、非常に問題ないプレーを今のところ行えているのかなと思いました。東京オリンピックの活躍次第では、早期の海外移籍もあり得ると思いますので、まあ、とりあえずね、森保監督にアピール、まあ、もちろん今のところアピールできていると思いますけど、ここから開幕に向けてですね、どんどんアピールをして、まあ、無事にメンバー選考というところに選出されて、そこで、この三笘薫という名前をですね、世界に、広めていってほしいのかなと思います。まだまだですね、J リーグで見たい反面ですね、この三笘選手が海外で活躍する姿っていうのも個人的には見たいのかなと思いますんで、これからの活躍っていうところも大いに期待しつつ、まあ、怪我なくですね、今シーズンを乗り切ってほしいのかなというのが、自分自身の考えになっていますので、第1位に三笘薫選手を選出させていただきました。はい、ということですね、今回は2021年、まあ今週末ですね、始まり2021年の、今季は期待の若手ランキングというところについて紹介させていただきました。5位が名古屋グランパスの森下選手、4位がサガン鳥栖の樋口選手、3位が浦和レッズの武田選手、2位がサンフレッチェ広島の藤井選手で、まあ1位が川崎フロンターレの三笘選手というところを選出させていただきました。まあこの動画のね、途中でも言った通り、もちろんこの5人に絞るのはね、とても大変なことでしたけど、まあ、ランキングということでね、今回、決めさせていただきましたんで、これ以外の若手選手っていうところもね、自分的には、応援してはいますので、若手の活躍っていうところにね、今季期待していければいいのかなと思います。またですね、この動画、いろんなサポーターの方だったりっていうところは見てくれてると思うんで、まあ、このチームのこの選手が、注目ですよっていうところもね、教えてくれれば、個人的な勉強だったり、楽しみにもなりますので、どんどんね、コメント欄に何人でもいいので書いてくれたら嬉しいです。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、このことは何度も言ってる通り、この医療従事者、まあ、コロナ禍の中で医療従事者の方々のね、支援もあって、この無事に、まあ、ゼロックススーパーカップってところが開催されて、キンチェーンというところがね、まあ、今のところ開催される予定でもありますんで、まあ、そこに感謝しつつ、サポーターの方々はもちろんですね、支援者の方々も、大いに感謝してですね、この、サッカー、J リーグというところをね、楽しみに、待っていってほしいのかなと思いました。まあ、いよいよですね、J リーグ、いろんなね、特集というところをしてきましたけど、開幕に向けて自分もね、ハラハラドキドキしている部分もありますんで、ここからですね、楽しんで、皆さんで楽しんでいければいいのかなと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。